ビオサバールの法則、ビオサバールの法則、ビオサバールの法則とは電流の存在によってその周りに生じる磁場を計算するための電磁気学における法則である。この法則は静電場に対する空論の法則に対応する。この法則によって磁場は距離、方向、及びその電流の大きさなどに依存することが論じられる。 この法則は性的な禁止の下では、アンペールの法則及び磁場に対するガウスの法則と同等のものある。1820年に、フランスの物理学者、ジャンバティスト・ビオとフェリックス・サバールによって発見された。微小な、長さの電流要素、アイドシリットルによって R 離れた位置に作られる、微小な磁場、DH はあるいは、で表される。ここで、RR、B は、 磁束密度、または、定数で、空論の磁気定数、あるいは単純に、磁気定数と呼ばれる。電流がある程度の幅を持って流れているとき、すなわち、太さ無限症の線でなく領域ボルトを占めているとき、電流密度 J を使った積分型で書く必要がある。なお常識では、左辺の磁場 H は、微小量ではない。この法則は、積分を実行して、 初めて有効な値が出る、すなわち実験的検証が間接的にならざるを得ない欠点がある。1820年4月、デンマークの物理学者、ハンス・クリスティアン・エルステッドは、コッペンハーゲン大学での講義中、電気回路をいじっていた時近くにあった、方位磁石が北ではない方角を指し示していくことに気が、月、電流と磁場の関係について、数ヶ月の研究の末、 電流の実機作用を発表した。これを受け、ジャンバティスタ・ビオとフェリックス・サバールは共同で実験を行い、この法則を発表するに至った。さらにこの数ヶ月後には、フランソワ・アラゴーが電磁石の原理をアンドレ・マリー・アンペールがアンペールの法則を発見している。これらの功績がエルステッドの発見からわずか1年以内のことであったのは驚くべきことである。 さらに3年後の1823年にスタージャンが実際に電磁石を作成し、24年にアラゴーは回転磁気を発見している。この1820年からの数年間は科学史上重要な期間である。電流愛がいかなる点においても、一定の場合磁場 H はとなる。点電化 Q が一定の速度 V で運動しているとき、 特殊相対性理論とマクスウェルの方程式より、以下の電乗と磁場、時速密度が与えられる。ただし、β、イコール v、c、θ は、v と r のナスカドであり、c は、高速度である。v が、c に対して、十分に小さい、フォーミュラ7ときは、近似的にと表すことができる。これら電乗と磁場に関する式は、点電下に対するビオサバールの法則と呼ばれ、 1888年にオリバー・ヘビサイドによって導かれた。ビオサバールの法則は積分することによりアンペールの法則の磁場と一致する。例えば無限に長い直線電流であれば図より従ってとなるからビオサバールの法則を積分して終える。これはアンペールの法則の磁場の大きさと一致する。以下のようにしてもビオサバールの法則から アンペールの法則が成り立つことを示すことができる。平回路 C 上の点 P から回路 C を俯瞰する立体角をオームとする。ここで回路 C 上を点 P から微小距離 DS だけ移動した点を P とすると点 P から回路 C を俯瞰する立体角オーム D オームは DS だけ平行移動された回路を俯瞰する立体角と等しい。この時回路上の 微小長さ DS と平行移動した微小距離 DS によって作られる面の面素ベクトル DS はであるが点 P から回路上の微小長さ DS へ向かうベクトルを R とすると点 P から面素 DS を見る立体角はと表すことができるこれを DS に関して回路一周分積分すれば立体角の変化 DOM を得ることができる 回路上の微小電流要素が点 P に作る磁場は、ビオサバールの法則を積分して、と得られるが、この両辺に DS を内積で乗じ、先の式を代入するとの関係が得られる。点 P が平曲線 C 上を一周するようなオームの変化はであるので、とするアンペールの法則そのものが導かれる。この場合、C で囲む領域 D 図積色の面積を S とすると、 S 面 S に対する電流面密度の大きさ J はとなるが、例えば平曲線 C が1周する間に回路 C が3周するような場合には電流面密度の大きさは 3J。平曲線 C が2周する間に回路 C が1周するような場合には電流面密度の大きさは J2 である。このことを考慮すればと書くことができる。アンペールの法則を使った場合では 求めることが難しい場合も、ビオサワールの法則を用いることで簡易に計算できる場合がある。例えば円形電流の中心付近に発生する磁場を求める場合がそうである。まず、渦のような半径、A の円周上を P 点に存在する電流 I によって中心 O に生じる磁場について考える。DS と R のナス角度をファイト置くと図よりとなり、またであるので、である。 これを、円周上で積分して、となる。次に、渦のような O より面に垂直に、Z だけずれた h q に生じる磁場について考える。図より、である。DH は、ビオサバールの法則より、DS と R に垂直で、面に平行な成分フォーミュラ26は、対称性により、円周上を積分すると例になってしまうので、面に垂直な成分フォーミュラ27のみを、 考えればよい。ここで、DS イコール a d タであることを用いて、ここで、Z イコール0とすれば、円の中心部に生じている磁場 H が得られる。すなわち、であり、これは先ほど求めたものに一致する。ビオサバールの法則の両辺の発散をとる。ここで、ベクトル解析の高等式より、また、なので、これを代入すると、終える。これは、 磁場に対するガウスの法則より導かれる結果に等しい。ビオサバールの法則の両辺の回転を取る。ここで、ベクトル解析の高等式より、また、なので、変えられる。これは、アンペールの法則そのものである。ただし、この書き換えは正磁場でのみ有効であることに、留意しなければならない。磁場のベクトルポテンシャルが、などと、定義できるとき、を得ることになる。 これに回転を取れば、ビオサバールの法則が得られる。以上のことをまとめると、ビオサバールの法則が得られることになる。前説で説明したように、数式上の性質さえ共通すれば、ビオサバールの法則を得ることになる。それは、具体的には、流体力学が恒例である。流体力学における渦ずかは、流速の回転として定義されている。従って、 うずたびの具体的な場フォーミュラ47を知ることができ、フォーミュラ48を言える場合には、もちろん空間次元3の領域で問題を扱うので、フォーミュラ47から、ベクトル上フォーミュラ50をビオサバールの法則によって記述できる。具体的には、という結果を得ることができる。蒸気結果をウいとに適用して、その微小部分の器用を取り出すことで次のように、 記述されるビオサバールの法則を見る。ただし変数の意味を以下のように読み替える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。